このハガキが来たらやはり皆さん捨てられませんでしょっていう。桜島と霧島連山の立体地図を絵はがきにしたユニークな商品。去年8月に発売以降、それぞれおよそ1万部が売れているヒット商品です。開発・販売したのは鹿児島市に本社を置く徳田屋書店。観光庁などに向け地図の作成なども行っていますが、立体地図をはがきにするという奇抜なアイディア。地図部門の責任者、田中英一郎さんに聞きました。最初はですね、その桜島の噴火100年に合わせて、立体模型を作りましょうという話から始まったんですが、立体模型だけでちょっと手に取っていただける数が少ないんじゃないだろうかということで、何らかの、付加価値をですね、つける必要があるということで考えたのが、この形、そのポストカード付きというこの形になったわけですね。これまで博物館用に大きな立体模型を作った実績はありましたが、はがきサイズ、しかも実際にはがきとして使えるよう山の高さを基準の2センチ以内に収めるという試みは初めてでした。最初はそれ本当に作れるんですかっていうところから始まったんですが、材料の検討、それからやはりコストの計算、いろんなところを折衝を重ねまして、でこの数字までいければなんとかなるんじゃないかというところが出たもんですから、あとはもう社長がやるということで。専門家の監修を受けながら、桜島の火口の名前や過去の噴火で流れ出た溶岩を時代別に色分けするなど、細かいところにまでこだわった立体地図。そこには鹿児島大学時代に地質学を専攻した田中さんの思いも込められていました。お土産物ではなくて、あくまで地図と、立体模型もあくまで地図の延長上のものとして、見ていただきたいと。だってね、桜島が100年前大噴火を起こしました。それまで島だったところが陸続きになりました。もう文章に書けばそれだけなんですが、じゃあ実際どれだけ溶岩が流れたんですかっていう、どんだけ広かったんですかっていうのを、こういう形にするともう一目瞭然ですよね。でたかだか100年前にこれだけの範囲に溶岩が流れたというのは、もっと皆さんぜひ知っていただきたい。ポストカードと組み合わせることで手に取ってもらえる地図を作った実績から、その後霧島と桜島の溶岩の流れなどを示した地図とクリアファイルを組み合わせた新たな商品も開発しました。特にこの霧島の方はですね、井村先生が常々おっしゃられた、一般の方に見やすい地質像というお話があったんですね。僕らもどうにかしないとなと思ってはいたんですが、なかなかそれを形にする機会がなかったんですが、クリアファイルにするということになった時にですね、まず一つはやっぱり一番値段が安くつくと、地図だけではなくてクリアファイルとしても使えるというところで、やはり二重に価値が出るわけですね。地図の専門性と親しみやすさを追求した商品は県外でも評判となり、近々東京の高尾山の立体ポストカードが発売されるほか、屋久島や奄美大島バージョンも販売予定です。ここちょっと立体化してみたいなとか、ポストカードにしてみたいなっていう土地が、そうですね、大きな声じゃ言えないですが、富士山は避けて通れないだろうなと思ってます。ちょっとやるからには気合を入れてですね、あそこはやはり日本のシンボルですので、ちょっと皆さんあっと驚く商品を作ろうということで頑張りたいと思います。インターネットやカーナビの普及で紙の地図の需要はこの10年間で10分の1になったといいます。立体ポストカードやクリアファイルには地図に親しんでほしいという田中さんの思いが詰まっています。やはり眺めれば面白いのが地図なので、やはり手に取っていただきたい。文字情報とか道路の情報だけではなくて、いろんな情報が地図には入ってますので、ぜひそれを見ていただきたいなと。特に立体模型はそれが分かりやすいわけですから、ぜひ手に取って見ていただければありがたいというふうに思いますね。